はい、51歳無職、就活ノート、令和の色ごとし、さつき小一郎でございます。本日もヤフオクの熟女カテゴリーをちょっと寸評していきたいと思います。本日は熟女30代です。相変わらずセンタービレッジでございますな。初撮り人妻ドキュメント、東さゆき34歳。引き締まったアスリートボディが自慢の東さゆきさん、ショートヘアでなかなか活動的な感じの女性でございますな。内容がございまして、陸上でインターハイ出場したことがあります。種目まではさすがに言えませんけど、引き締まったアスリートボディが自慢の東さゆきさん34歳、現在介護福祉士として働く2児の母、結婚16年目になるご主人とは今でも週2ペースで営みがあるそうですが、常にスタミナとエネルギーが有り余っているさゆきさんにとっては、ご主人のソフトで退屈なセックスは余計に、フラストレーションがたまる一方、一度でいいから嫌っていうほど気持ちよくなってみたいです。過去最高のクラスのフィジカルを持つ奥様が一心に快挙付けになる姿は必見です、とこう書いてありますね。確かに陸上経験者って感じですね。こちら残り5日でまだ入札件数はゼロでございますな。現在価格650円、全国送料一律300円。この出品者さんは総合評価33でまだ若いですね。良い評価 100%、 信頼のおける出品者さんかもしれませんね。これをアマゾンとかで買うとまた値段が違ってくるんですよね。ちょっと調べてみましたんでね、ちょっと順を追って見ていきたいと思いますけども、この東さん、アマゾンで買うと3378円。値段がだいぶ違いますね。650円で買えるんですからね。まあ送料300円ですけども。まあ成り行きを見守りたいと思います。はい、続きましては、初撮り人妻ドキュメント。こちらもセンタービレッジでございます。須坊あずさ、37歳。美人、8頭身以上の永久美熟女。確かにスタイルすごくいいですね。顔立ちもいいですしね。元モード系ファッションモデルなんて書いてありますけども、こちら長い寸評がございますね。一瞬鈴木保奈美にも似てる。168センチからバスト80、ウエスト65、ヒップ90のモデル体型。水泳選手によく見られる体型だ。縦長と小顔ということもあって8頭身以上に見えるスタイルの良さだ。本人は体型が崩れちゃってますと謙遜するが、洋梨型の巨尻と年齢相応のウエストがそう見せているだけだろう。バスト80というのが意外だが、 D カップというのが納得できる崩れない美乳だ。丸く勃起する乳首も良い。恥じらい方が正常で一般人の雰囲気が好感できる。上品な明るさを感じさせるところも良い。若い頃のモデル経験から笑顔が自然に出る。黒髪も良い。性欲も人並み以上の健全さを持ち合わせている。普段のオナニーで電話を使っているというのも好感。ヘラはズボズボッと大きな音を立てて正攻法で真顔になっているところが良い。控えめながらも快楽への反応も良い。このシリーズでふさわしい普通っぽさを感じさせながら、体も美貌も永久の素材。モデルという人に見られる仕事が経験があることも AV 女優としてやっていく上で強みになるだろう。鼻筋の通ったしっかりした熟女顔も良い。ちょっと長かったですけどもね。そんなにいいのかな。
ちょっとよくわかんないですけどね。まあいいんでしょうね。こちらが残り時間5日、入札件数ゼロ、650円。こちらをアマゾンで見ますと、アマゾンじゃないんだな、これなんだろう、ファンザっていうんですかね、ファンザってところで見ますと、3444円 20% オフプラス送料無料だ、送料無料、3344円ですね。ヤフオクだと650円だけども3344円しますね。じゃあ次行ってみましょう。センタービレッジですね。姫路里美35歳、初撮り、人妻ドキュメント、フェラ、熟女、知女、仲出し、後輩医、主婦、騎乗医、熟妻、まんじる、くんに、まあ、いろいろ書いてありますけどもね。現在これは即決ですね。即決で850円、中古ですかね、これはね。残り 7日ありますね。入札件数今のところゼロです。即決ですからね。これをファンザってところで見ますと3344円ですね。やっぱり 20% オフで、学生時代に一度だけ酔った勢いで友達とハプニングバーに行ったんです。姫路里美さん35歳、結婚6年目になる専業主婦、学生時代は陸上に打ち込み高跳びの選手だったという里美さん、見るからに爽やかな美人奥様といった雰囲気な彼女ですが、実は学生時代に一度だけアブノーマルな性的体験をしたことがあるらしく、最初はええって感じたんですけど、その場の雰囲気にで脱がない方がおかしいという雰囲気になって、同じ陸上部の男の子もいる前で、すごく恥ずかしかったんです。仕方なくお酒の力を借りて最後はそのまま乱行しちゃったんです。テレ現在の平穏すぎる夫婦生活にマンネリを感じた瞬間、若気の至りと記憶の彼方に葬っていたあのインモラルな思い出が頭をかすめ、どうしよう、癖になっちゃいそうです。撮影後にもそう漏らした彼女の新アンモラル体験の全てをご覧くださいって書いてありますよね。乱行したのが良かったんでしょうね、よっぽどね。体はすごく綺麗ですね。この写真見てもらえば分かると思いますけど、体はすごく綺麗です。裏ジャケットはちょっと見せられませんけどもね。姫路里美さんで調べてみると分かると思いますけども、まあ、熟女30代でね、検索すれば出てきますんでね、1ページ目にね。というわけで今日はこの辺で失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。